福岡市の天神北に来月リニューアルオープンするミーナ天神のテナントが発表されました。その一部をご紹介します。去年8月から大規模な改装工事に入っているミーナ天神は、旧ノース天神と合わせ総売り場面積6700坪を超える大型商業施設として生まれ変わります。フロアの広さを生かしつつ、既存・新規合わせて32店舗が入ります。まずファッションでは、1階と2階に九州最大のユニクロ、3階には九州最大規模となる GU がベビーから大人までフルラインナップで展開し、紳士服のAOKI、靴の ABC マートが継続入店します。生活雑貨ではロフトが九州最大店舗として天神南から移転し、メガネのジンズはカフェを併設して出店します。このほか3コインズプラスが天神初出店するほか、セリア、ニトリは引き続き入店します。楽しみなのが地下1階。地域とつながり、心安らぐ商品との出会いを目指したポップアップストアのつながる広場が新設されるほか、買い物客のお腹を満たす飲食店が入ります。スターバックスコーヒー、マクドナルドはおなじみですが、吉野家、花丸うどん、ケンタッキーフライドチキンなどがニューフェイスです。新しいミーナ天神は来月28日に開業します。